今日で弁道話の講義の13回目となります。よろしくお願いします。5問目は先月も扱ったと思いますけれども、最後に数行が抜けてしまってたんですね。意味としては変わらないんですけれども、もう一回道元禅師のお答え全部読ませていただきます。そしてもう一つ修正ですけれども、先月には華厳経の話があったので、奈良仏教の中に華厳宗があったけれども、現在にはもうないと言ってしまったんですけれども、東大寺などは華厳宗なので、華厳宗はちゃんと残ってます。華厳宗、立宗は三部寺など、立宗ともう一つ奈良仏教で残っている宗派といえば発想宗ですね。清水寺などは発想宗ですね。確認できてない、おそらく消えているのは上実宗と九社宗と三論宗という3つですね。まあ、華厳宗は、もうないと言ってしまったんですけれども、華厳宗はちゃんとあります。もう一回、5問目から読ませていただきます。当時曰く、三学の中に上学あり、六度の中に禅度あり、共にこれ一切の菩薩の初心より学ぶところ、理論を分かず修行す、今の座禅もその一つなるべし、何によりてかこの中に如来の称号を集めたりというや。三学ということは、戒定慧、つまり戒律を守ること。定は禅定の定ですね。座禅をすることと、慧は知恵の慧。六度は六波羅三つのことで、まず伏せをすること。自戒というのはやはり戒律を守ること。それから忍耐と精進があって、いろいろつらいこと、物足りないこと、苦しいことがあってもそれを受け入れるということは忍耐とか忍肉、安忍とも言います。それから精進ということは努力ですね。それでも一歩前へ進むこと。そして5番目の波羅三つは禅定、やはり座禅のこと。で、6番目が般若、つまり知恵です。この質問者は、あなた道元は中国に渡って日本に帰ってきて、座禅こそ仏法の究極のところだと言うけれども、その座禅の話は徳の昔には聞いている。つまり、会場への中の上でしょう。六波羅三つの中の禅定はそれのはず。それは一切の菩薩、初心者でもベテランでも、また、エリートのような賢いものでも、バカな、修行者でも、いずれでもこれを必ず実践している。今のその座禅もその一つであるはず。何によりてか、この中に如来の称号を集めたりという。どうしてあなたは、この座禅の中に如来の教えがすべて含まれていると言えるのかという問いですね。それに対して道元禅師はこう答えたんです。示していわく、今この如来一大事の称号現像、無常の大法を禅宗と名付くるゆえに、この門来たれり。最近では、禅宗という呼び方が流行り出したから、こういう問いも出てくる。知るべし、この禅宗の号は、診断意図に起これり、地区圏には聞かず。
こういう呼び方は中国より東でされるようになったんですが、インドにはそんな呼び方はない。はじめ、ダルマ大師、スーザンの少林寺にして9年面壁の間、同族、いまだ仏消防を知らず、座禅を習得するバラモンと名付ける。ですから、ダルマさんがかつて中国で、少林寺の、洞窟に入って9年間面壁した時も、よく仏法を知らない者たち、それは在家の者でも出家僧でも、彼を座禅を習得する、主に座禅をするようなバラモンと言ってしまった。後代々の諸祖、みんな常に座禅をもはらす。これを見る愚かなる俗家は、実を知らず、ひたたけて座禅習と言い切。このダルマに続く、もろもろの祖師方ももっぱら座禅したけれども、わけのわからない、俗者はそれを座禅宗と言った。もちろん道元禅師の中ではそうではない。このダルマさんがインドから中国へ伝えた座禅は仏法そのもの、つまり道元禅師に言わせれば、それまで中国に仏法はなかったということですね。正法眼蔵行事の巻でもはっきりとそういうふうに書かれています。ダルマさんより以前には中国に仏法はなかった。じゃあ何があったかというと、お経があった。お経は確かに伝わってた。でも実践する、そこに書かれたものを実践している人はいなかった。お釈迦様のように菩提樹の下でただ座る者はまだいなかった。ですからダルマさんが新たな宗派、新たな実践方法をインドに伝えたのではなくて、初めて仏法が伝わった。でダルマさんが禅、あるいは道元に言わせれば仏法そのもの、ダルマさんが仏法をようやく中国に伝えた後に、まだ、例えば玄奘さんのようにいまだにインドに渡ってお経を求めるお坊さんが言ったけれども、これも正法眼蔵行事の話ですけれども、道元禅師に言わせれば無駄な骨折りだったんですね。三蔵の玄奘は本当はインドに渡らなくてもよかった。なぜならば、もうダルマさんが座禅を伝えているわけです。今さら新しくお経を求めて、なんでインドに行くんだろうかと。実物が来ているのに、実物が目の前にあるのに、それをたくさんある教えの中の一つの座禅の教えというふうに捉えた。でもそうじゃないんだというのが道元禅師の出張ですから、これは道元禅師が当時の日本にの中で嫌われた理由でもあるんですけれども、同じように道元禅師が鎌倉時代において初めて仏法を日本に伝えているという強い自信があったわけですね。じゃあ最澄さんや、空海さんが何を伝えたかというと、道元禅師に言わせればお経は伝えたんだけれども、ただ座るという実物を伝えてなかった。でみんなこのお経をありがたいものだと思って、道元禅師が書いた時もおそらく何か新しいお経をお土産に持って書いてないのかと聞かれた時に、いや私は手ぶらで戻ってきました。ところがこの手ぶらの姿勢こそ道元禅師に言わせれば新人脱落の姿であって仏法であったと、そういう、強い自信から座禅宗という呼び方を嫌っているわけですね。座禅宗ではない、仏法そのものである。今の世には座の言葉を冠して
ただ善臭というなり。さあ善臭というものもいれば、この座という字を訳してただ善臭という人も多い。その心、諸祖の皇后に明らかなり、六度及び三学の禅定に習って言うべきにあらず。まあ、諸祖の五六などを読めば明らかになるように、私が言っているこの座禅は、六波羅三つの中の禅定や三学の中の定と並べて言うべきものではない、違うんだぞ。この仏法の宗伝の適宜なること、一代に隠れなし。これはもうシャクソンから今日まで代々伝わった仏法のその伝え方を見ればわかる。一代して例外はない。みんな座禅こそ仏法であり、自由三昧の実物、見本である。そういうふうに伝えているわけです。如来昔霊仙妖仙衛生にして、消防現像涅槃妙心無常の大法をもて、一人過小尊者にのみ不法せし儀式は現在して上界にある天衆目の当たり、見し者損せり、疑うべきに足らず。まあ、この両線上に、ダルマさんが、マカカ賞に、こうして、消防現像、涅槃妙心を伝えたのは、おそらく後から作られた話ですけれども、禅宗としては、まあ、大事な話です。お釈迦様のお経はたくさん残っています。法華経が一番優れているというものもいれば、いや、浄土三部経が優れていると。いや、一番古いと言われているパリ経典が、それこそお釈迦様の本にが込められているという人もいるんだけれども、禅宗としては、言葉は、まあ、所詮注釈であって説明でしかない、取扱説明書のようなもの、実物そのものではない。じゃあ実物は何かというと、その実物をシャクソンはある時花を持ち上げて見せた。ところが分かったのはマカカショウ一人のみ。マカカショウがその時大変だ。他の人はみんな説明を求めてた。そして多くの機会においてはお釈迦様は実際に説明をされた。それがお経になった。ところが本当は説明などいらない。ただ座って今現状しているこの真実、これを見てそれに一枚になれば本当は十分である。まあ、そういう話はここでされてます。如来昔、両線以上。昔、如来、お釈迦様は霊線という、両線という山の上で、一本の花を持ち上げて、それを微笑んで見とどめたマカカショウに、消防現像、涅槃妙心を伝えた。つまり、自由三昧をこのマカカショウが得たわけです。ところが、まあ、それを疑うべきにあらず、足らずと書いてあります。疑ってはいけない。ところが、それでは物足りないという人があまりにも多くて、他の実践方法を求めたり、お経を求める人があまりにも多い。おおよそ仏法は、かの天主、とこしないに誤示するものなり、その子をいまだ振りず。
おおよそ仏法は、かの天主、とこしないに誤示するものなり、その子をいまだ振りず、まさに知るべし、これは仏法の善道なり、並べて言うべきものなし。この仏法は、まあ、天主によって守られていて、その子をいまだ振りず。まさに知るべし。これは仏法の善道なり、並べて言うべきものなし。ここ、まあ、十分勉強してないんですけれども、今こうして読んで、私の理解するところは、座禅の、この座禅、私の言うこの座禅の功徳は計り知れるものではない。しかも、これは仏法のすべてであって、その横に何か並べて、これもありますよ、あれもありますよ、と言うべきではない。以前にも山登りの話をしました。賢者ナータの話があって、その時はまあキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の話を、しましたけれども、同じ山にいくつも道はあるんだけれども、この道がだけが正しいとは言えない。どれでも最後まで登りきったら、おそらく同じ山頂にたどり着く。かといって、じゃあ別にこの道でも、でなくてもいいじゃないかと言ってしまうと、結局最後まで行けない。で、そういう人はおそらく多いんですね。どこかで行き詰まってしまうから、他にも道がありますよと言ってしまうと、結局どの道でも最後まで登らない。だからこそ、まあ、鎌倉時代に入って法然さん、親鸞さんは念仏だけでいい、他は心配しなくてもいい。この念仏だって当時は決して新しいものではなかった。昔から、天台の教えの中にあったんですね。日蓮さんは法華経一本で十分、大目斎となれば大丈夫だと、他のは何もするな。この法華経も以前から天台宗で非常に大事にされた、決して新しい話ではないけれども、法然さん、親鸞さん、日蓮さんのそれぞれの特徴はこれだけで十分だということですね。で、道元禅師の場合は座禅だけで十分だと。ここの、まあ、六道輪廻の、六道輪廻ではない、六波羅蜜の伏せ、慈戒、忍耐、精進、禅定と知恵の六つを、おそらく質問者は、この六つの修行方法があるんでしょう。一つだけじゃないでしょう。六つがありますよ。同じ山を登るのに、伏せという方法もあれば、戒律を守るという方法もある。座禅という方法もあれば、頭で分かって悟るという方法もある。座禅だけではない。道元禅師の中では、座禅は6つの道の中の1つじゃなくて、座禅はそもそも、あの山、のてっぺんからの眺めですね。もうこの山を登り切った時点で座禅が始めてできるんですね。座禅という道もあれば違う道もある、そうじゃない。この並べて言える道が全部座禅にたどり着く。ですから座禅は決してお伏せを否定するわけでもないし、お伏せという道もあれば座禅という道もある、そうではない。座禅というのは道元禅師の言葉では心身脱落、身をも心も手放すこと、つまり究極の伏せです。自分を捨てること。ですから座禅の中には伏せの波羅蜜が含まれている。
座禅していると当然戒律は守られているから座禅の中には次回の腹蜜が含まれている。座禅をするのに夏は涼しいところが良い、冬は暖かいところが良いと道元禅師が言われますけれども、その当時鎌倉の日本には当然ながらクーラーがないわけです。暖房もおそらく十分効いてなかったので、どうしてもあの永平寺の座禅堂でも夏は暑かったはずです。どんなに風通しを良くしても暑いはずです。冬は寒かったはずです。その時は寒い時は寒さになりきって、暑い時はこの暑いという思いになりきるしかしょうがない。これはつまり忍耐のニンニクの腹蜜です。座禅の中にニンニクの腹蜜が含まれている。疲れた、くたびれたという時もあるんでしょうけれども、そこでもなおこの一週だけはちゃんと座ろうという精進が含まれていなければいけない。座禅はもちろん禅定でもあるし、そのまま知恵の表現でもある。つまり道元禅師は座禅は六波羅蜜の中の一つではなくて、むしろ六波羅蜜は座禅の中の風景であると、まあ、そういうふうに主張したいと思うんですね。六波羅蜜の中に座禅があるんではない、座禅の中に六波羅蜜があると、そこを間違うなと、そういう答えだったと思います。そして、一つ進んで6番目の問いに入りたいと思います。問うていわく、仏家何によりてか四義の中に正しい座にのみ応せて禅定を進めて承入を言うや、質問です。仏教の中にはなぜか四義というのは行住座がの4つですね。要するに歩いたり動いたりすると立ったり座ったり横になったり、このまあ4つですね。この4つの中にはどうして座ることのみを強調して座った姿勢での禅定を進めて、なぜみんな座って、まあ、仏法を実証しているのだろうかと。歩いてはダメだろうか。お釈迦様だって、悟り開いてから40年間インドを旅された。その時は歩いてたはずです。立ってはダメだろうか。まあ、特に阿弥陀如来は多いんですけれども、立っておられる仏さんだっている。日本ではあまり目にかからないんですけれども、南方仏教ではお釈迦様が横たわって涅槃に入っている姿も多いんですね。その頃もおそらくお釈迦様は座禅をされてたはずです。つまり歩いても座禅ができる。まあ金品もそうです。座禅と座禅の間に行われる金品も心の姿勢に関しては座禅のまんまのはずです。じゃあ座っているのは向いてない人がずっと金品をしてもいいじゃないか。膝が痛い人が一昼立ってもいいじゃないか。あるいはまあヨガには屍のポーズがありますけれども、横になって眠ってはまあ困るんだけれども、横になって瞑想をする、座禅をするは何でいけないのか。でまあこれは正道かという経典のお言葉ですけれども、正道家というのは楊家玄覚大師の作品とされてますけれども、この玄覚大師は、六宗衛能の弟子だと、弟子ですね。その玄覚大師の、
作品で、まあ、皆さんご存知のように禅宗は冬文字といってお経をよりどころとしないけれども、その癖多くのお経があります。般若心経とか法華経の中の普門梵華とか、如来十条本華のようにインドでできたお経も唱えます。元はサンスクリットですけれども、これは漢文で読みます。そしてこの小道家は、まあ日常的には読まないんですけれども、小道家を読む場合もあれば新人名、というお経も読みます。で、日常的に読むのは法華三昧、三道会、これも中国でできたお経です。中国でできたので漢文で読んでも良さそうですけれど、なぜか中国でできたお経は、読み下して和文で例外なく読むんですね。で、他には、不感座禅儀、道元禅師の不感座禅儀は相当して相当集でそのままお経になっているんですね。これも、まあ、道元禅師は漢文に書いてますけれども、読み下して、読んでます。で、主将儀というのは内容は全部道元禅師の消防元祖からてますけれども、編集されて首相儀になったのは明治時代になっているんですね。ですから禅宗では特に古ければいいという考え方はないですね。インドのお経もあれば中国、そして日本、割と最近できたお経まで大事にされます。そしてこの、まあ、中国のお経の一つである小道家からの、言葉ですが、行もまた禅、座もまた禅、歩いても禅だし座っても禅、五目喋ったり、あるいは黙ったり、どうぞ動いたり働いたり、じーっと静かにしていったり、大安寧となってます。この大安寧の意味がポイントですけれども、まあ道元禅師に言わせればまさに新人脱落の姿勢ですね。あるいは以前にも、ここで使った独座大遊法という言葉があります。百条禅師の言葉だったと思いますけれども、この大遊法という山、これはまあ百条が住んでた山なので、まあ、自分のことです。私は一人でここでドカーンと座っている、そういう安定した姿勢、お釈迦様に言わせれば自分のよりどころは自分のみ、自分以外のものをよりどころとすると決して安定することはないけれども、この自己そのものを安定、自分のよりどころとする、でこの自己とは何かというと、出会うものすべてが自己である。でそのためにはこれに従えば座ってもいいんだけれど、何も座らなくたって行いの中においてもできる、座禅のように黙々と座ってもいいんだけれども、人と語ってもそれは座禅の姿勢、座禅の表現としてはできるはず。働いても静かであっても、行もまた禅、座もまた禅、五目どうぞ大安寧という、まあ、有名な言葉があります。ひょっとしてここで質問している人も、まあ、そういう言葉を知っているかもしれないですね。座ることも大事なんだけれども、座ることだけが修行ではない。ならばなぜ
座ることのみをあれだけ強調するのか。で、道元禅師は、私の知っている限り、この行また禅、座また禅、五目道場、大安寧という言葉を、消防元祖の中では、座禅心という巻の中で使ってますけれども、そこでは、まあ、この言葉自体を否定しているわけではないけれども、近頃はこの言葉を使って、座禅をしない、言い訳にしているものがあまりにも多いというふうに、まあ、不満を表しているんですね。行もまた禅、座もまた禅、五目道場、大安寧、その通りなんだけれども、これを言い訳にして座らないならばどうするの？ただ座るのが嫌で好きなことをやっているだけじゃないかという。ことです。まあ、まず、道元禅師のお答えを見たいと思います。質問は、なぜ座ることだけを強調するのか。で、道元禅師のお答えは、示していわく、昔よりの諸仏、相次ぎて修行し、承入せる道、極め知りがたし、ゆえを尋ねば、ただ仏家の持ち入るところをゆえと知るべし。このほかに尋ぬべからず。ただし、祖師褒めていわく、座禅はすなわち安楽の法門なり。はかり知りん、思議の中に安楽なるゆえか。いわんや一仏二仏の修行の道にあらず、諸仏諸僧のにみんなこの道あり。つまり、昔から仏と呼ばれている仏僧は、みんな例外なく、修行をして悟りを得る。得ている、その実践方法は極め知りがたし。なかなか私たちには、要するにどうしてその実践方法なのか、私たちに分かることは難しい。ゆえを尋ねば、ただ仏家の持ち入るところをゆえと知るべし。なぜか、どうしてかと言われても、なぜかそれが仏家のやり方であると。どういうわけかそうなっているんだと。このほかに尋ぬべからず。それ以上は聞くべきではない。まあ、よく子供が3歳、4歳ぐらいの年齢になると、どうしてどうしてどうしてと言い出すんですね。何でもどうしてですね、雨は何で降るのかと。いやー、それは、雲から降る、雲はどうしてできるのかと。どうしてどうしてどうして。で、まあ、親としては、親だってわからないことが多いから、もううるさいから、これ以上聞くべきじゃないと。道元禅師は以前の答えでは結構その、質問にはまっすぐ、自信満々と答えてますけれども、ここでは珍しく、なぜかそうなっているんだけれども、なぜそうなっているのかはよくわからない、という、ちょっとまあ珍しい対応します。前の質問、5番目の質問を見てみますと、要するに、座禅は三学や六度のうちの一つじゃない。その答えの次ですから、ここでも座禅の座は決して思議、要するに行住座がという四つの一つではないんだと、一緒にするな。そういうふうに答えてもよかったんですね。ところがそう答えてないです。
なぜか昔から諸仏はそういうふうにされた。強いて言えば正しい、祖師褒めて曰く。強いて言えば祖師方にの中にはこういう言葉があります。そしてこれはまあ不感座禅儀でも引用されてますが、座禅はすなわち安楽の法門なり。座禅という入り口、まあ仏法の正門と道元禅師言いますけれども、この入り口は安楽の入り口でもある。はかり知りん、死義の中に安楽なるゆえか。これはなかなか極めがたいけれども、おそらくこの座るという行為は歩くとか立つとか横になるよりも安楽ではないだろうか。言わんや一仏二仏の修行の道にあらず。それはともかく、たった一人か二人の仏たちが座って座禅したんではなく、諸仏諸僧ののにみんなこの道あり、みんなそういうふうにしたんだから、これはまあ間違いないと。つまりこの安楽かもしれないという以上のことを道元禅師はここにまあ言われないですね。立っても歩いても、もちろん実践はできるし、現に私たちは座禅と座禅の座禅と座禅の間に金品と言って歩くんです。歩いて座禅できないものならば、この金品を省略してすっと座りっぱなしでなければいけない。立ってもいいんだろうけれども、まあ疲れる、ずっと1時間ならいいけれども、摂氏のように朝から晩までだと立ったらとてもじゃないけれども疲れて続かない。まあそれぞれの騒動では、作業、つまりスケジュールは違うと思いますけれども、安泰寺では昔から1時間単位で座禅をします。それはなぜかと、まあ、先輩に聞いたら、昔本堂に柱時計があって、それがちょうど毎時なるんですね。朝の4時に時計が鳴ったら、それがまあ直道の合図となって市場に入る。で、まあ鐘を鳴らすんです。で、5時になったらまた合図となって、時計を見なくていいんです。柱時計の音を聞けば、あ、5時になるとまた鐘鳴らして10分間禁品をする。で、5時10分から次に6時になるわけですから、6時まで座るという。ところが、まあこの50分の座禅がかなりきつい。特にその摂氏だと15昼座ります。朝4時から夜9時まで全部で15回、これを繰り返すんですね。最初の 2,3 回はいいけれども、昼過ぎになると50分の座禅はすごく答えるんですね。まあ、私が運数の時は当然ながらこの総理のやり方に従わなければいけなかったんですが、今から18年前に、師匠の元を離れたんですね。司法した後に、山を降りて、ゆくゆくはドイツに帰るつもりでおりましたが、まず大都会で座禅道場を作ってみようと。で、アパートも借りられないので大阪城公園でテントを張ってホームレスになったんです。で、朝はゴザ引いて野外で座った。普段の日は日中だけ座りました。朝から日中、12月はずっとまあ接心しないでいるのも
まあ、気が緩むと思って老発摂氏の公園でやろう。一人仲間が行ったので二人で老発摂氏にやったんですけれども、御座の上ですと、まあ、畳の上でも膝痛くなりますけれども、下が地面ですから、とてもじゃないけれども50分の一周を繰り返して老発摂氏はできないと思って思い切って20分にしたんですね。金品を20分にして座禅を40分にした。その方が楽だろうと思って、で金品も座禅もまあ内容はそんなに違わないだろう、だから別に座禅の時間をちょっと削ってその分金品を伸ばしてもよかろうと思った。でその時気づいたのは、10分の金品は、まあ、それまでの私はもう解放された気分だったんですね。50分座ると足首が痛い、膝が痛い。で、この10分は解放された。金品が楽でいいなと思ったんですが、20分金品をするとかなりきつい。いや、1回か2回はいいんですけれども、それを朝から晩まで毎時20分やると、ましてや老発のように、下から冷たい風が吹いてきて、座禅も冷たいんですけれども、座禅は、まあ、衣の下から風が入ってこないので、座禅の方がまだ暖かいけれども、あの寒い公園の中で20分金品をすると、40分の座禅よりも20分の金品は疲れるということに気づいたんですね。ましてや30分、40分、1時間金品にしたらこれは疲れるんだろう。それまでは全く想像もしなかったんですね。座禅ばかりやっていると立った方が楽、歩いた方が楽だと思うけれども、1時間、2時間、3時間、1日金品をするとかなりきついということに気づきます。じゃあ寝るとなるとどうかというと、これは楽に間違いないと思います。で、ヨガの中にも、まあ、この屍のポーズがありますから、ヨガの実践の一つともされるけれども、眠ってしまう人は多いんだろう。座禅してもかなり眠る人がいます。人にもよりますけれども、居眠り名人はどこの僧侶にもいると思います。そこで横になってもいいよと言われたら、おそらく多くの人は眠ってしまう。寝てて同じ集中力を保つことは難しい。なので、なぜ座ってこの座禅がしやすいかというと、わからないけれども、どういうわけか、立ったり歩いたりするよりは楽でリラックスもしやすい。かといって横になっているよりは眠らないし集中しやすい。どういうわけかこの姿勢が、よかろうというそういう答えだと思います。で、その次に小さく、不完座禅儀の言葉を載せました。新意識の運転をやめ、念想観の測量をやめて、差物を測ることなかれ。まあ、簡単に言えば、頭を手放して、すべての思いを手放して、仏になろうという、その思いすら手放す。兄、座がに関わらんや。世の常、座所に厚く座物を敷き、上に布団を持ちう、うんぬんと。そこから不完座禅儀の具体的な座り方の、説明が始まるんですけれども、座布を敷くことの前にこの兄座がに関わらんやという言葉が小さい言葉があります。で、私の今までの解釈では、おそらくここで質問している人と同じように考えていると同じように、座禅は座ることだけではない。座ることに限ったことではない。
兄さがに関わらんや。要するに、この歩いたり立ったり座ったり横になる、この姿勢にこだわる必要はないよ。そういうふうに私はこれを理解したんですね。歩いている時の座禅も立っているの座禅も眠っている時のその座禅だってちゃんとあるよ。こだわってはいけないよ。ただそういうふうに解釈すると、次には座主に厚く座物を敷き、上に布団を持ち、腕で左足は右のももに乗せるというふうに座り方の説明が続くわけですから、座ることにこだわる必要ないというならば、なぜここで道元禅師がこのあと座り方こそ大事だというふうに強調するんだろうかという疑問が抜けないんですね。でもう一つ、この兄座がに関わらんやの解釈は、ここは座がしか言われませんけれども、まあ行住座がの楽として、で行住座がは私たちの日常生活、普段は朝起きてから夜寝るまで忙しく、働いたり、人と会って話をしたり、食べなくちゃいけないけれども、食べるためには料理をしなければいけないと、いろんなことがあって、今夜は何を食おうかなとか、そういう心配もある。で座禅はそれと関わらない、そういうのを全部手放す、一日24時間のこういう行住座が手放しなさい。でも座禅は座布団を使って、まあ、座布を使ってそこに腰を下ろして、足を組んで手を組んで座る。で、まあ、やはり問題はなんで座るの？道元禅師に言わせれば、いや、なんではないんだけれども、強いて言えば安楽の法門だから。でそのついでに言わせてもらえば、ちょっとして以前にも同じ話をしたかもしれませんが、座禅を書くと、書くときは大体どこの禅宗のお寺でも座禅はこう書くと思います。ところが新聞などはこういうふうに書きます。あるいは本を出そうと思ってても、まず編集者はこの字に置き換えます。であえてこれにしてほしいと頼まない限りは、まあ大体この常用漢字に直されます。ところが多くの禅僧はやっぱりこの字にこだわっていると思います。私もそうです。別にこのこれも旧字で書こうと思えば旧字になるとこう書くと思いますけれども、この字にこだわる人はまずいないんですね。座禅はこの字を使わないとダメだという人はいないのに、ここでこだわっている人は結構います。私が知っている限りは、他にはそんなにこだわらなくても、もう一つ仏の字の場合もこだわっている人は結構います。つまり旧字の方がこの新字より良いという人がいます。その理由としては、この字はまあらずという意味があるそうで、つまり人にあらず、人間、私たち人間、凡夫を超えた存在、凡夫のゲームを一旦やめた存在、お釈迦様はその実物見本を見せた、あるいは大日如来、そもそもこの宇宙の根源である、阿弥陀如来に、如来に永遠の命の象徴、それが仏である。それをこの字で書くと、まあ例えば私の右側にこのカタカナの無が出てきますけれども、まるでまだこの俺、私という思いを捨ててない
人みたい。だから仏の意味を考えたら全く真逆だという人がいるんですね。仏をこういうふうに書くと、私という思いをまだ捨てきれてない人間、本当はそうじゃなくても人間をやめた、いい意味で人間をやめてるんです。凡夫をやめた人が仏のはずだと。この字に関して言えば、私はこだわってないんですね。むしろこれで十分だと思います。むしろこれをここの問題というか、そのこの字のに問題はないんですが、あの日本人が仏というと、まあ、亡くなった人を仏と呼ぶ人もいますし、まあ、神仏というのを一つの概念にして、要するに私たちの世界を超えた存在として呼んでます。で、確かに仏にはそういう意味がありますけれども、実は自分も仏なんだということが忘れられているんです。2年前ここで講義した般若心経で言えば、観世音菩薩というと、遠いところにいらっしゃるであろうありがたい菩薩様というイメージしかなくて、私がそれをやらなくちゃいけないんだと、私の道しるべ、私の鏡としての観音さんだという理解はない。なのでむしろこの仏を自分に引きつけて、実は私のことだった、そういうふうに読めば、うん、よりいい、なおいいと思います。でも座の場合は、私もこちらの字よりこちらの方がいいと思います。まあ一つの理由は単純で、こっちの方が書きやすい、ここは3、書く多くなりますけれども、大学を出て初めて安泰寺に来た時には、安泰寺のお寺の頼りのためにちょっとまあ紹介、自己紹介文みたいなことを書かされたんですね。その時に座禅という言葉を使って、自分が大学で習った漢字はまあ常用漢字ですし、私が使っている、読話辞典とかの中にも常用漢字が出てきますから、座禅をこの字で書いてしまったんですね。で、この頼りを編集した先輩の運水にこちらの字に直されたんですね。これ間違っているよと、私たちはこういうふうに座禅を書いてます。で、何が違うのか、どうしてこれで間違いのかと先輩に聞くと、まあ世間の人はベンチに座ったりとか電車の中で座ったりとか、そういう俗な座り方をする場合はこれでいいんだけれども、我々の座禅はそういう世間的な座り方と違うんだぞ。それこそ、まあ、老元禅師の士官多座、新人脱落の座でなければいけないので、それを表すためにはこの字を使う。その時言われましたけれども、まあ、少し納得できなかったんです。なぜ、ね、納得できなかったかというと、座禅は何かというと、ただ座る。ただ座るというのに、なんでそういう特別な字を使わなくちゃいけないのか。で、まあ、夏目漱石だったかわからないんですけれども、戦前に書かれた小説など読むきっかけがあって、そういうものを読むと、その小説の主人公が椅子に座ったり、ベンチに座ったりすると、世間的な座り方の話なのに、この字が使われるんですね。どうも先輩が教えたこと違う。夏目漱石など要するに常用漢字ができる前だったら、どんな座り方であろうといつもこの字だったんです。別に特別な座り方じゃない。で、まあ皆さんご存知の方も多いかと思います。この違いは何かというと、結局昔だったら座席の座とか銀座の座とか、これは座る場所、名詞として使われているんですね。英語で言えばこれはシートのことですね。座る場所、シート。で、これは何かというと、英語で言えば sit、座ること。それだけの違い。まあ、シートか sit とか、
文法的には全然違うけれども、まあそんなにこだわらなくてもいいじゃないかと思う人がいるかもしれないですね。ただ道元禅師に言わせれば、おそらくこの違いは大きい。道元禅師の時代はまあどうだったか知りませんけれども、おそらくこんなものはまだなかったと思いますが、私が騒動に暗号したときに、まあここもそうですし、どこの騒動でもそうですけれども、座禅堂に壇があって、そこそれぞれが座るところに、札がかかって名前が書いてあります。で、全く知らない名前がかかっているんですね。この人見たことない。でももう私が暗号する時からずっと札だけがある。で、この人見たことないけど誰だと仲間に聞いたら、実は幽霊暗号だと言うんですね。幽霊暗号というのは何かというと、まあ一応暗号したことになっているけれども本人はいない。ですからまあ本当はそういうことはあってはいけないけれども、まあいろんな事情があります。よく聞く事情としては、お寺に生まれた、ゆくゆくは親父である師匠の後を継がなければいけないという期待はうすうすと感じている。檀家さんにもそれを期待されている。でも本人はいや、他にやりたいことはある。まだ小さなお寺だったら住職になってもそれで食っていけない。他の仕事をしなければいけない。で、まあ頑張って勉強していい大学に入れた。お寺の息子だと、まあ駒沢大学入ることも多いんです。で、22歳で卒業するとまず騒動に暗号します。でもそれをやっていると、特に今の日本だと22歳でまず暗号して1年2年本座に行ったら、その後就職活動を始めてても遅い。大学3年生あたりから就職活動を始めて、めでたく就職できた。で、師匠である親父はまだご健全で、おそらく、まあ、生きている間は現役で頑張ってくれるんだろう。今の平均寿命は80歳超えているので、ひょっとして自分が定年退職するまでは親父は健全で頑張ってくれる。で、お盆の頃は書いて、その時だけ頭を剃って手伝いするけれども、それ以外の時は師匠にお願いして、せめて自分は50、できれば60になるまでは頑張ってもらおうと。ところが職業が無常で、人は50歳で死ぬ時だってある、60歳に死ぬ時である。まだまだ先が長いと思った。まあ息子がまだ30歳代の時に急に親父が倒れて戻ってこいとなる。ところがその本人は出家得度はしたけれども、まだ暗号もしてない、主祖発戦式もやってない、司法もしてない。でもお寺に帰ってなければお寺は守れない、奥さんも子供もいる。そういう時には本当はあってはいけないけれども、たまにはそういう幽霊暗号が、まあそういうことになってしまうんですね。騒動にお願いして、実際にはこのお寺を守らないといけないけれども、暗号歴がなくては資格が取れない。騒動にとっては本当は本人に言ってほしいけれども、まあ一人だけでも名前増えたらそれだけでもありがたいという面があって、座る場所を用意しています。座る場所を用意して、座布もある。座布にもちゃんと名前が書いてある、何々と書いてある、単に札がある。ところが座る人がいない。これはまさにこういう座禅ですね。シートの禅ですね。座る場所、座席はあるけれども座る人がいない。
でもそれじゃあ生きた座禅にはならない。道元禅師の言う座禅はあくまでも私という一人がそこに実際に座っている。足を組んで手を組んで、そして心がふっとどこかに行っちゃってるんじゃなくて、心もここにある。だから座るという行為を強調して、座る場所は極端に言えば どこでもいいんです。別に座禅堂じゃなくても、石の上で昔座った人もいればどこでも座れます。公園のベンチでも座禅はできます。問題は本人が身をも心もそこに置いて、腰を下ろして手放しているかどうかということです。で、まあ、ちょうど区切りのいいところなので、今日も5分ほど皆さんと椅子の上で座らせていただければと思います。いつものように、まあ、足はちゃんと、畳につけて、腰が少し入った状態で自然に背骨が伸びて、顎を引かれて、手は歩会順で結ばれて、肩に力が入らないように、いろんなものは浮かんでは消えると思います。無念無想の状態にはなりませんけれども、この浮かんだものに気づいて手放す。手放すにどうしたらいいかわからないならば、姿勢に戻る、あるいは呼吸に戻る、五感の働きそのものに戻る。そうするとすぐ次の思い考え湧いてきますが、気づいたらまた今ここに戻ります。
ありがとうございます。あと15分しかないので、十分には全部説明できないと思いますが、7番目の問いとその答えもちょっと味わってみたいと思います。統的枠、この座禅の行は、いまだ仏法を生へせざらん者は、座禅弁道してその生を取るべし。すでに仏性法を諦めん人は、座禅何の待つところかあらん。この問いは、今までの問いとはちょっと違うんですね。以前には、まあ、お釈迦様のような偉い人は確かに座禅して悟られたし、仏曹方もそうかもしれないんですけれども、この末法に生きている私たち凡夫は果たして座禅して悟れるんだろうか、ちょっとハードルが高すぎるんじゃないかと。我々には無理、むしろ念仏唱えた方が効果がありそう、そういう問いがあったと思いますが、この人は逆にまだ悟ってない人は確かに座禅すべきである、座禅してちゃんと悟ること、それは必要だけれども、すでに仏性法を諦めえん人はもうすでに仏のこの正しい真実を悟った人、そんな人は座禅して何か期待することはあるんだろうか。悟るまでは座禅しなくちゃいけない、それはわかるけれども、悟った後に果たして座禅する必要はあるんだろうか。どういう人がこの質問をしたかはよくわからないんですが、私の想像ではその当時鎌倉の日本には道元禅師の周りに前の要するに念仏した方がまだ救われそうという人はいっぱいいたと思いますね。こういう人はごく少数しかいなかったと思うんですね。むしろ今欧米の方では座禅より念仏の方がいいかもしれないと迷っている人はいないですね。それだったらもうキリスト教で行けばいいんですね。欧米人でこの道に入った人たちはみんな座禅して悟りたい。でもじゃあ悟ったらそれでも座禅をやめてもいいんじゃないかと。それこそ行住座が何をやっても悟りの表現になるわけだから、悟った人は果たして座禅をする必要はあるんだろうかと。ひょっとして誰が質問しているかわからないんですけれども、道元禅師の弟子のうちに、まあ一番弟子だった幸運永常禅師もそうでしたけれども、道元禅師と出会われる前には大日能人という師匠なしで悟りを開いたとされている、そして日本でダルマ宗という、今はもうないけれどもかつてあった小さな、まあ、信仰宗教みたいな教団を作ってたんですね。この大日能人さんはおそらく自分一人で座禅して何かをつかむことがあったんです。で本人は中国に渡ってないんですけれども、後にやっぱり証明してほしい、その証明がないとまた周りから批判されるから、二人の弟子を中国に貸して師匠である自分の、まあ、語録を、中国のどこかのお寺の住職に見せて、この人はちゃんと悟っているという証明ももらってますけれども、結局大日能人がなくなって宗派が続かなかったんですね。で多くの弟子は道元禅師のもとに来て道元禅師のに弟子入りしているんですね。で消防現像を見ててもどうもその影響があると、まあ、言われてます。最初はそんなことないんですけれども、途中で消防現像の中には道元禅師は厳しく臨済禅師とか臨済宗を批判するようになるんですね。また最後の十二漢本では、まあ
意義ですとか、要するに、ちゃんと形にのっとった修行を強調します。さっき見たように座禅師の中では行もまた禅、座もまた禅と言って座禅から逃げるのは良くないというようなことを言います。こういう話はなぜ出たかというと、ひょっとしてこのもともと大日能仁さんの弟子だった人たちに座禅の目的は検証して悟ることで、検証をつかんだらあとは何をやってもいい、そういう人が多くて、道元禅師はそうじゃないということを強調したかったかもしれません。ですからこの問いもそういう周辺から出された問いかもしれません。座禅が大事なのは分かるけれども、検証した後は別に座禅しなくてもいいじゃないかということですね。でそれに対して道元禅師が言われます。示して曰く、知人の前に夢を解かず、三つの手には周到を与えがたしといえども、さらに君をたるべし。この前の質問ではちょっと控えめだったんですが、ここではまた道元禅師自信満々で、お前みたいなバカに説明してもしょうがない、知事の前に夢を解かず、算数の手には周到を与えがたしと。要するに山に、住んでいるような人に船を与えても、しょうがないけれども、それでもじゃあ説明してやろうじゃないかと。それ主将は一つにあらずと思える、すなわち下道の剣なり。主将一刀という言葉は以前も出たんですけれども、実践と実践によって得られる結果は別である。座禅は悟るための手段である。悟った後は手段はもういらない、そういう考えは下道である、間違っている、仏法ではないと、まず言われます。仏法には主将これ一刀なり、主という実践から離れた証、証はないし、証は必ず実践にのっとっての証でなければいけない。だからこそ私は不完全義の最初に出てくる、道元円図いかでか主将をからん、という言葉、これは不完座禅義の結論ではなく、むしろこれはそうなんだけれども、それを言って要するに道元円図、私たちはアノクタラ三脈三菩提に包まれている、アノクタラ三脈三菩提という浴槽の中に私たちは今使っている、そうなんだけれども、それが言えるのは座禅という実践があってこそ言えるんじゃないかと。現にお釈迦様は6年間実践されて、ダルマさんは9年実践されている。全然座ってないお前が道元円図と言ってどうするの。要するに首相が一途であると。実践して初めて口で言う権利がある。口だけで言って、それでもう実践しているつもりになってはいけない。今も症状の主なるゆえに、諸子の弁度、すなわち本性の全体なり。この実践、例えば先の5分間の椅子の上の座禅でも、これは悟りの上で行われている実践なので、たとえ諸子のもう欠点だらけの修行であっても、これは本性の全体なり。今まで、じゃなくて、消防元祖発母大師の話を何回かしましたけれども、この十二漢本の、消防元祖発母大師の中で、道元禅師はおそらくどこかの経を引用していると思いますけれども、面白いことを言うんですね。確かに
私たちのちっぽけな仏母大神とお釈迦様のあのくたら三脈三宝台を比べると、それはこの宇宙がやがって崩壊するときに起こるであろう大きなもう火事というか爆発というか、夏の花火どころじゃない、この宇宙がやがって崩壊するんであろうという時はもう全てが燃えている。それに比べるとホタルの明かりはまああまりにも小さな光、我々のちっぽけな仏母大神は所詮ホタルの火のようなものであって、あのアーノクタラ三脈三宝台というのはこの宇宙が全て燃えているような状態ですね。もう比較してもしょうがないくらい違うものだけれども、ホタルの火にしたって線香花火にしたって火であるということは間違いないし、それが燃えをつったら大きな火事につながる場合だってある。まあ蛍の場合はならないだろうけれども、町一本の火から大きな火事を起こすことができる。つまりこの本質は同じです。我々のような凡夫がちょっとでも自分の手放して小さな菩提心を起こしたならば、本質においてはあのくたら三脈三菩提とは違わない。だからこそ正法眼蔵行事の最初には発心修行菩提涅槃は同感であると言われています。要するに最初に初心者がじゃあちょっと修行してみようという志を起こして、何年か修行してやがって菩提を得てついには涅槃に入ると思われてますけれども、実はこの一番最初の仏門に入らなければいけないという思いはなぜ起きたかというと、それは涅槃の力、涅槃の後押しがあってから起きたわけです。まだそういうことがあって名を代語するは諸仏なりと言えるんですね。こんな私のようなしょうもない凡夫が悟れるはずがない。そう気づいたのはどうしてか。仏の力によって気づいたんじゃないかと。なので初心の弁道すなわち本性の全体なり、本人は全くそういう自覚はないだろう、まだまだこれからは長いだろうと思っているけれども、この初心者の弁道は実はお釈迦様のかつてのアーノクタラ三脈三菩提の全体の現れである。かるがゆえに修行の用心を授くるにも主のほかに生を待つ思い、泣かれると教う。だから今のこの5分間の座禅ならば、ゆくゆくは悟るかもしれない。この5分間の座禅を重ねれば、まあ、来年ではないけれども、10年後は小さな悟り体験を得られるかもしれない。そういうふうには教えてない。この5分間の座禅が5分間の悟りの表現である。直視の本性なるがゆえなるべし。この5分間の間に現れるこの世界がそのもの悟りの世界、そこに鳥が鳴いている。寒いとか暑いとかお腹すいたとかいろんなものが湧く、それをそのままありのままに見ている。それは本性がそれを可能にしている。つまりまあ普段はこういうふうに考えられている座禅、今は私たちは迷っているけれども座禅をして悟れる。でもそういうふうに座禅を考えると、所詮まだ比較の世界の中、
今は私はここにいるけれどもあっちに行きたいと。ここが嫌でこちらが欲しい。道元禅師の座禅はこっち側が座禅とかこっち側が座禅じゃなくて、むしろそれを、まあ、以前の例え言うならばこの黒板の視点から眺めている。これを全部可能している。この迷いとか悟りとかこの引っ張り合い押し合いはそもそもこの黒板の上で行われたのであって、最終的にはこの戦いがやんだ時に何が残るかというと、これが残っている。でここに鳥も鳴いたり、暑いという思いも寒いという思いも起こっては消えるけれども、私たちは最初からここに行ったんです。私たちの世界はこれなんだけれども、そこに俺という主人公があって、人というものがあって、比較したり10年前の自分と今の自分と10年後の自分を比較してみたり、それでポイントを稼いだ、ポイントを稼いで勝ったつもり負けたつもりになっている。でもそれをやめる、ちょっと距離を置いてそのままにしておく。それこそ新運転をやめての座り方です。この話はまあ弁道話の中でも道元禅師の作品の中でも一番重要な話の一つですね。主と生の関係です。弁道話の次にはマカハンニャーラミツ現状公案続きますけれども、現状公案のテーマもまさにこれですので、無理して今日これは終わらすんではなくて、また来週ここ、続けたいと思います。そして、まあ、今までは僧堂の方でこの資料を、用意していただいたんですけれども、できれば岩波文庫などから手に入るので、来週からは各自で持ってきていただければ、この資料をいちいち作る手間が省かれると思いますので、毎回毎回参加されている在家の方々にも、高いものではないので、500、600円ぐらいで、一貫のみは買えると思いますので、そして、まあ、この後、まだマカハニアラミツ現状コアなど、全部第一貫に載ってますので、捨てたお金ではないと思います。コピーして用意します。あ、そうですか。はい、みんなは、祝冊版かなんか持ってますから、あるとして。はい。いわゆる弔問に来てくださっている方々にはコピーして。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。あとは個人で求められるのはね、それぞれご自由ですけど、はい、ありがとうございます。持ってこられている方もいらっしゃいます、はい、ありがとうございました。